皆さんこんにちは、ザブです。今回はですね、開花の電電流について見ていこうかなと思います。開花の電電流性能の方を見ていきたいんですが、まず特技の方で枠乱の息を覚えるんですよね。これですね、フェアリードラゴンと同じ特技になってますので、結構ねフェアリードラゴンと比べられてはいるんですが、今回はですね、フェアリードラゴンよりも優秀な点を紹介させていただこうと思いますので、参考にしていただければ嬉しいです。他の特性といたしましては移動力プラス1ですね。ですがもともと2なんで、これは3になるのでフェアリードラゴンよりもちょっと弱いのかなと。で、一番下がメダパニボディで、敵からね物理か大義で攻撃を受けた時に、40% の確率ですが混乱にすることができます。このメダパニボディに関しましては、個人闘技場ではね、まあ 40% の確率が2倍になったところで 80% なんで、まあまあ使っていけはしないんですが、ギルド大会防衛とか PVP においては、まあそこそこいい特性なのかなと思います。まあここがねフェアリーよりも優秀な点1つ目ですね。で、次に優秀な点2つ目がステータスとかウェイトにあるのかなと思います。今ですね、右に表示しているのがフェアリードラゴンの貫突のステータスの装備なし状態ですね。なんでまあ電電流とドラゴンタイプでマスターランクも一緒ということで、まあ、比較していきたいんですが、闘技場で関係のあるステータスで見ていくと、まず HP が200ぐらい高いですね。これがかなり優秀なのかなと。で、守備力がほとんど同じですね。で、素早さに関しましては電電流の方が圧倒的に低いんですが、個人闘技場に関しましては基本的に後手を取って、まあ、混乱を入れに行くような使い方が主流なんで、まあ、そこはね、あんまり影響ないのかなと感じました。 PVP とかギルド大会防衛の使い方によってはちょっと影響が出るのかなって感じですね。で、移動力に関しましては、フェアリードラゴンの方が圧倒的に優秀で、ウェイトはね、電電流の方が5低いと、ここがね、かなり優秀ですね。まあ、トータル的に見たら、僕は電電流の方がいいのかなと感じております。次はですね、本日紹介させていただきたい内容のメインになるんですが、耐性が違うんですよね。電電流はギラ波動大弱点のバギデイン激減。で、フェアリードラゴンは、イオ波動大弱点のバギドルマ激減なんですよね。この違いが、個人闘技場においてロトの勇者に対してめっちゃ強く出れるんですよね。まあ、どう違うのかってところなんですが、まあ、デイン激減ついてるってのも、まあ、結構ね優秀な点ではあるんですが、それよりもイオ大弱点がないっていうのが非常に優秀な点になります。ロトの勇者を誘導する際にドルマギスを使うことが多いと思うんですが、その時にフェアリードラゴンを採用しているとイオ大弱点になってますので、ロトの勇者がテンションアップしてしまった場合、ドルマギスよりもねフェアリードラゴンの方が HP が高いので、フェアリードラゴンに対象が移ってしまうんですよね。なのでそこのね誘導がかなり難しくなっております。ロトの勇者にね手を出しづらいんですよね。ですが電電流であれば、ロトの勇者がテンションアップしてもイオが等倍ですし、 HP も200ぐらい高いので誘導に影響が出ないと。なのでロトの勇者に安心して攻撃していくことができます。ここの違いが非常に大きいのかなと思います。まあ、実際ねどういった動きになるのかっていうのをね、個人闘技場で実戦形式で見ていこうかなと思うんですが、その前にですね、フェアリードラゴンがテンションアップしてしまうと、まあね、ロトの勇者の不死鳥天雷で落ちてしまうっていうところをね、見ていこうかなと思います。まあ、貫突のロトの勇者でなければ、2段階ぐらいまでは耐えれると思うんですが、おそらく貫突のロトの勇者だと、まあ、1回テンション上がってしまっただけで落とされてしまうんじゃないかなと思います。まあ、ということで、まずそっちのね、検証からしていこうかなと思います。はい、ということでですね、イオ弱点のフェアリードラゴンが、まあ、何段階テンションアップしてしまうとワンパン圏内に入ってしまうのかっていうところをね、検証していこうかなと思います。まあ、僕のフェアリードラゴンね、最大の HP 盛りにしてきまして、1532になっております。まあ、一応ね、フェアリードラゴンって素早さ盛りでも使うことがあるんですが、まあ、電電流は素早さ持ったところで先手を取れないので、あくまで電電流の使い方に合わせた HP 盛りといった感じでいきます。で、僕のロトの勇者は、破壊の鉄球を装備させている状態で貫突になりますね。で、これで検証していきましょう。戦闘開始。まず僕のロトの勇者不死鳥天雷を撃っていきます。あ、結構盛らなくてもほぼほぼワンパン圏内ですね。ダメージが、1466と。で、ファイアブレス食らってテンション1段階アップしましたね。で、この状態だと、もちろんワンパン圏内に入ってしまいます。なので、
電電流であれば、バディも激減でエターナルのワンパン入らない、不死鳥天雷もワンパン入りませんが、フェアリードラゴンの場合は、打っていきましょう。このように、1759ですね。これはどんだけいい HP 盛り装備を持っていてもワンパンされてしまうと。ということで、まあ、誘導がね、結構難しくなってしまうんですよね。フェアリードラゴンとロトの勇者の相性が悪いと。まあ、ですが、電電流の場合は、勇者のね、テンションがアップしても、フェアリーではなくて、ドルマギスに誘導することができるという点が、かなり優秀なのかなと感じました。はい、ということで、個人闘技場の実戦形式で試合の方をね、見ていこうかなと思います。はい、ということで、実戦でね、見ていこうかなと思います。今回のお相手、こちらの方になります。で、僕のパーティーとね、初期配置こんな感じでいこうかなと思います。まあ、今回ね、ちょっとロトの勇者の動きだけ紹介したいんで、まあ、戦いの方は、まあ、割と雑に攻めていこうかなと思います。まあ、1ターン目に、ピサロを処理して、まあ、ロトの勇者をね、後で処理するようなパターンでいこうかなと。で、同居のターン群れで攻撃。まあ、とりあえず、ピサロを落とそうかなと思います。で、天雷球で攻撃していきます。で、毒斬りで、ピサロを落としていきましょう。で、グレイツェルはここで待機。で、ロトの勇者をね、ちょっと前に出していきましょう。で、ザテンシェルギオスはこんな感じで受けていく。で、次、ここなんですけども、電電流で、ワクランの息で打天使を混乱に入れていきます。これは確定で入りますね。はい、ということで、こっからなんですけども、ここでね、本来であれば、ロトの勇者は攻撃していきたいんですよね。打天使が混乱入っていて、まあ、スペディオもまあそこまで怖くないので放置したい。で、ロトの勇者さえ落としてしまえばといったところなんですが、まあ、これね、テンションアップしない状態であれば、エターナルをドルマゲスに編成できるような配置なんですよね。ですが、ここで万が一、ロトネーシャがテンションアップしてしまうと、電電流が、ここね、フェアリードラゴンであれば、失点してしまうんですよね。なので、本来であれば、手を出してはいけない攻撃ではあるんですが、一応ね、ここ、安心して手を出していけるっていうのが、本当にね、優秀なのかなと思いますね。今の個人闘技場環境であれば、フェアリーよりも電電流の方が圧倒的にね、適してるなと感じました。まあ、なんで、ここはちょっと安心して攻撃していきましょう。テンションアップは 40% なんで、まあ、するかどうかわかんないんですが、あ、しなかったですね。で、ここエターナルでドロマギスに誘導すると。ここが万が一テンションアップしても同じような行動になるっていうのが強いのかなと。さっき見た通り、このお相手のね、ロトの勇者貫突なんですけど、テンションアップね、してしまった場合は、ここでフェアリードラゴン落とされて失点してしまったので、まあ、こういった使い方ができるのが、電電流の本当にね、優秀なところかなと感じました。はい、ということでね、電電流が、まあ、フェアリードラゴンよりも優秀だなと感じた点を、今回はね、ご紹介させていただきました。参考になったよって方はね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。